今月19日、市木串木野市の山中。木々の間を進むと、大型のイノシシが罠にかかっていました。とかどうかな、あれだ。大きいですね。漁師らがイノシシに電気ショックを与えて気絶させ、素早く血を抜き絶命させます。その後処理施設で解体するまでをいかに早く行うかが肉の鮮度を保つための鍵なのだといいます。もうちょっと危ないよ。漁師の中に一人の女性がいました。ジビエの捕獲や解体などを行う鹿児島ジビエ研究所代表の峰優子さんです。峰さんがジビエを知ったのは一昨年のこと。知人からジビエを使ったペットフードの話を聞いたのが最初でした。正直全くなかったし、イノシシ自体も見たことももうなかったです。話を聞く中で次第に興味が湧いた峰さん、同時にある疑問が浮かんだといいます。ほとんどの捕まえられた害獣が、山に捨てられてるっていうのを知って、で人の都合で殺されて、それが山にただ捨てられるだけっていうのがどうしても納得できずに。実は害獣対策として捕獲されたイノシシの大部分は捨てられているのです。2021年度に県内で捕獲されたおよそ 2.6 万頭のイノシシのうち、解体すなわち人が食べたりその他で活用されたりした割合は 1% 余りに過ぎません。峰さんの仕事はラウンジのオーナーママ。昼間などの空いた時間を使ってジビエについて勉強を始めました。去年6月に鹿児島ジビエ研究所を知人ら3人で立ち上げて、身近なジビエ料理の研究を開始。秋には狩猟免許を取得しました。そのような中で取り組んだのが、初めてのジビエっていうのを試してみようかなと思う人が増えるのかなと思ったので、今回はハンバーガーにしました。一番の課題はハンバーガーに合うイノシシ肉の調理法を導き出すことでした。峰さんから相談を受けたのはジビエ料理を得意とする知人のフレンチシェフ武田博さん。一般的なハンバーガーの円盤状のパテとは異なり、イノシシ肉を長時間煮込んで細かく刻むプルドボアという料理法を考案しました。臭み自体はないんですけど、やっぱりそのパテと違ってほぐしてお肉を作ってる分、そのやっぱり噛む咀嚼した時の食感が普通のハンバーガーと大きく違うので、ジビエって言われないと分かりづらいんですけど、食べてる感がすごく伝わると思います。半年かかってジビエバーガーは完成。昨日、薩摩川内市で行われた鹿児島国体のイベントでお披露目されました。一回だけ食べたことある。硬かった。ふわふわしてて、なんか楽しいし、美味しかった。実際自分で食べたことがなかったものですから、ちょっと一度ちょっと食べてみたいなと思って、はい、ジビエのイメージがすごい変わって、もう子供でも食べられる、とても美味しいハンバーガーでした。お客さんの反応に、峰さんは目を細めます。もう皆さんなんか抵抗なくハンバーガーを買っていただけてるので、すごく嬉しく思ってます。まずはなんか、あまり何も考えずに、美味しく食べていただきたいんですけど、その後に捨てられてる現実
っていうのを、少し感じていただけたらなと思います。